こんにちは。今回は大量購入っていうか、まあ、感染症がすごく流行っているので、まあ、コツコツ貯めてたんですよね。それを一挙にご紹介っていう感じで、ちょっと紹介していこうかなと思います。ダイソーとセリアとキャンドゥ、100均で、気に入ったものを中心に買ったのと、まあ、気になったものを買って、で、あと、ユーサワヤとマンダラハウスと、で、サンキさんが一番多いかなと思います。ちょっと、すごく多いので、ポンポン行こうかなと思います。まず100均からお伝えしていこうかなと思います。こちら、ステリアで購入している、まあ、ちょっとぐしゃって汚いんですけど、すいません。ベーシックスイード。こちらが、カラーナバ22番。アクリル 60%、ポリエステル 30%、計 10%。25g 41m 入っています。で、大針が8号から10号で、かぎ針が6号から8号。で、こういうので、で、こちらを、まあ5個ぐらい買ってきました。なんか帽子とか作れるかなと思って、可愛くなりそうですよね。で、ツイードって結構チクチクしてるかなって思ったんですけど、結構ね、手触りが良くて、すごくいい感じだったので、なんか薄いね、グレーもありました。あ、6個買ってますね。6個買ってます。こちらと、セリアをご紹介したので、セリアをずっとまとめてご紹介しようかなと思います。メランジアクリル。カラーナンバー4番。アクリル 100%、35g、60m 入っています。で、棒針が9号から11号ですね。で、かぎ針が7号から9号。こういうの。これを1、2、3玉でなんとか何か作れるかな、なんて。まあね、考えなしで、まあ大体はこれ作ろうっていう感じで買ってるんですけど、まあ可愛いので、なんかちょっとアクセント的な感じで使えるかなと思って3玉買ってます。すごくね、手触りがいい感じですね、これも。こちらはさっきの色違いですね。カラーナンバーが2番。で、こういうの。これを、まあこちらはなぜかね、多めに買ってます。3、4、5玉買いました。でもね、帽子とかマフラーもいけそうですよね。で、次もセリア。これもね、大好きな糸で、編んでみてめちゃくちゃ見やすかったし、こちらの糸は、色は使ってないんだと思うんです、私。結構ブルー系と紫系は使ったんだと思うんですけど、カルテット、カラーナンバー3番、アクリル 80%、計 20%、25g、40m 入っていますね。棒針が6号から8号。かぎ針が5号から7号になっています。で、こういうのですね。これを1、2、3。なんかね、分厚めのマフラーを作りたいなと思って。4、5、6ですね。ちょっと雪崩が起きそうなので。6個買ってます。でね、ちょっと雪崩起きました。こちらも大好きな糸で、これは買い足しました。すごく編みやすくて。まあ、大人気って書かれてるだけあって、本当にね、見やすいですよね。で、色をね、いろいろ、引き揃えて、何本かで編んでもめちゃくちゃ編みやすいんで、これ、いいですよね。七色彩色の中細。カラーナンバー35番。これはね、この一色ずつお見せしてるんですけど、あ、このピンクもありますね。全色二玉ずつ買い足しました。カラーナンバー35番、アクリル 85%、ウール 15%、30g 111m 入っています。で、棒針が4号から6号、かぎ針3号から5号になってますね。まあ、棒針でもすごくいいものが作れるんじゃないかなと思って、こちらグレーが冬ので、で、白はカラーナンバー31番、冬ので、なんかね、去年は違う色が出てましたね。なんか時期的なものなのかもしれないですけど。カラーナンバー32番。こういうのと、こちら。カラーナンバー36番。これとこれを合わせても可愛いし、まあ、組み合わせがいろいろできますよね。細さが同じだからね、いろいろできそうですよね。引き揃えても面白いし。これがね、カラーナンバー38番。こういうのと、で、こちらが、カラーナンバー37番ですね。はい、の。こちらを2つ使いました。で、去年購入したのがこちらのカラーナンバー34番と、これちょっと使ってるんですけど、
そういうのと、こちらも販売されていて、まあ、残ってるところにはこのカラーも今年、まあ、今の時期もあったんですけど、それはね、去年のものですね。去年、まあそうですね、去年買いました。カラーナンバー33番。というのですね。で、これはセリアで購入している。確かセリアですね。パンドラハウスを購入したのかな、まあ、セリアだったと思います。こういういろんな色がよく見たら入っていて、めちゃくちゃ手触りもいいし、可愛いので買っちゃいますよね。こちらが、ケコメランジ、ナミブト、アクリル 82%、ケ 18%。で、カラーナンバー2番ですね。これを1、2、3。あ、これもう一玉買ってた。3。3玉買ってますね。あ、セリアの毛糸はこれぐらいな感じで、で、この副資材も買いました。こういうのも昔めちゃくちゃやってたんですけど、最近やってなくて、またしていこうかなと思ってます。レーステープ。長さ50メートル。めっちゃ可愛いですよね。こんな花がぶら下がってる感じのレース。ポリエステル 100%。これもセリアで購入しましたね。で、こちらもアレンジパーツレース。ちっちゃいのも可愛いなと思って、バッグとかにも、グルーガンとかで付けれるかなと思って。ポリエステル 80%、綿 2%、20% ですね。こちらと、まあね、いろいろ揃えたくなりますよね。まあ、もともと持ってるものも、まあ、毛糸もあるんですけど、まあ、最近買ったものっていうのでご紹介しています。こちらも、幅が、1.0 センチ。長さ50センチ。これもシンプルに可愛いですよね。これも長さ90センチの。まあ似たような感じなんですけど、ちょっとずつちょっとなんか変わってますよね。色も違うし。これ、お見せしたかな？こういうの。ウッドボタン。これは買い足しました。こんな、直径に、20ミリ。4個入り。こういうのと、ウッドボタンかわいいですよね。こちらも可愛いですよね。これも買い足しました。もう大きいのとちっちゃいの。他にもサイズがあるのかな？ちょっとわからないですけど。こちらは5個入り25ミリですね。こういうのと、ヘアゴムとかにも作れるみたいですね。私はバッグのものに使おうかなと思ってるんですけど。こちらも可愛いですよね。10個入り15ミリ。こういうの。こちらも買い足しました。これも何回買い足したかって感じですけど。めっちゃ可愛いですよね、これ。100円でこんなん買えるなんて。これもめちゃくちゃ気に入ってますね。ココナッツボタン。シンプル6、6個入りですね。セリアはセリアで購入したものです。あと、セリアで購入したの。こちらの持ち手も買いましたね。持ち手この前付けたと思うんですけど、モコタロ版で。こちらがね、付きやすかったので、買いましたね。黒と、黒だけ買ってなかったんですけど、黒。こういうのと、これを、やっぱり2つで1つセットですよね。1個だけあっても。で、こちらはちょっとね、比べると、もうちょっと、焦げ茶って感じなんですけど、焦げ茶を、また買い足しました。こういうの。これと、二つと、これベージュ。ベージュもなんか可愛いですよね。そのバッグの色によって組み合わせもまた楽しめるかなと思って。一つずつあったらいいかなと思うので、前、この焦げ茶使ったので、焦げ茶を買って、全色揃えた感じです。あ、こちらも買ってましたね。こちらもセリアで買ってる。レース、フルールホワイト。カタカナ読めない。いいな。これを買ってますね。はい。次は、キャンデーで、買い足したものをご紹介します。こちら、1点だけ購入したんですけど、新しいものも、なんか出てなかったと思うんですよ。で、今回行った時にこれがあったので、まあ大好きと思って、この
色をまだ編んでなかったので、こちらの大好きシリーズカラーヤーン、フェードカラーヤーンのシックカラーグラデーション。まあ、ここに名前書いてますよって教えてくださってる方がいますね。あの、色の名前書いてないってずっと探してたんですよ。なんか見てんのに見えてないっていうね。これが、フェードカラーヤーン。ウエル 100%、棒針が7号から8号。で、かぎ針が6号から7号ですね。で、20g 67メートル入っています。で、こういうのですね。これを1、2、3、4、5、6、7、8、8個買ってます。はい。次はダイソーの購入品をご紹介します。こちらはメランジウールブレンド。ブラック。アクリル 80%、ウール 20%、かぎ針が6号ですね。62メートル、35グラム、62メートル入ってますね。こういうの。これはね、なんかさっきご紹介したセリアの、これとすごい似てるなぁと思って、組み合わせても面白いなぁと思って。で、糸の細さ的にも似てるし、一緒なんかな？こちらはね、かぎ針が5号から7号。こちらは6号。だいたい同じぐらいですよね。で、手触りもすごく似てるし、まあセリアの方が、確かセリアだったと思うんですけど、こちらの方がね、さらっとしてるかなっていう感じは。うん。で、すっごい似てるので、なんか組み合わせても面白いんじゃないかなと思って、よく見たらどっちもいろんな色が入ってます。面白いですよね。なんか100均の糸に見えない。なんかすごくクオリティが高いですよね。100均の糸。これを1、2、3、さっき一つ向こうに持っていたんですけど、ここで5あるので6個買いました。で、これね、ダイソーだと思ったんですけど、セリアですね。セリアのアレンジパーツ、レース。こちら、3.0 センチ、50センチ、長さ50センチですね。こういうの。これのオレンジ系と、まあ、かわいいですよね。こういうのが100均で売ってるんだと思って。こういうね、コーナー最近見てなかった。だからすごく新鮮だったんですけど。これがセリアで、まあ、いろいろぐしゃぐしゃになって申し訳ないですけど。で、こちらはダイソーで購入した、こういう素材も買いました。ダイソーでこのボタン。ボタンもね、何回も買ってるんですけど、こういうのも使いやすいですよね。で、なんかいろんな色が、いろんな形であって、ダイソーのボタンもすごく見応えがあって面白いですね、そのコーナー。こちらね、ファッションボタン、サイズ L。25mm から38mm。こういうのと、うん。で、こちらもファッションボタンの白。可愛いですよね。普通にしっかり作られてて、もう全然問題なく使えるので、めちゃくちゃシンプルで可愛いなと思って。可愛いですよね。ちょっと大理石風な感じ。で、こちらがツイード風手芸テープ。こういう感じですけど。さっきのとすごく似てますよね。こちら。似てるからダイソーだと思ったんですけど。なんか可愛いですよね。こういうのもね、普通に買ったらめちゃくちゃ高いんですけど。なんか100円でこういうの売ってるんだと思って。可愛い。これはね、3センチ、かける100センチ。どういうことかな。まあ、そういう感じです。で、こういうのですね。で、バック底。まあ、こちらもね、何回か動画の中で使ってると思うんですけど、この四角のと、長方形のと、この丸の、で、長方形の黒。これを買いました。まあ、こちらのね、丸の、どうかな、なかったんですね、多分。この2色だけだったのかな？この2色売ってたので、買いました。こういうの、バック底。板。黒。というのですね。これも使っていこうかなと思っていて。まあ、いつ出てくるかわからないですけど。というのですね。で、こちら。ファスナーポーチもね、コメントで、作ってくださいとか言うので、ち
ファスナーポーチもね、すっごいハマってる時はファスナーポーチばっかり作ってたんですけど、最近忘れてたなと思って、でちょっと見てみるとこんなカラフルなものが売ってるんだと思って、なんかね、どうやって使うかわからないぐらいカラフルなんですけどちょっと買ってみました。なんかね、黒とかグレーとか白も大量に持ってるんですけど、こういうのもいいかなと思って、20センチ 7.9インチ、どうですよね、こういうの。次は有災害で購入したものをご紹介します。これもね、こちらのカラーを一回動画の中で編んでるんですけど、すごく編みやすかったので色違い、これはね同じ色を買ったんですけど、このネイビーも買ってみました。ワンダーウールですね。こちら有災害屋さんで購入したものなんですけど、アクリル 80%、 ウール 20%、 棒針6号から8号、かぎ針が5号から6号になってますね。で、150g、375m 入っています。で、色番が5番。これかわいいですよね。こういうの。これと、こちらは1回使ってるもので、色番が10番。こちらもかわいいですよね。女の子らしくて。なんか棒針でもすごく楽しめるかなと思ったので、ちょっとこの色を買ってみました。で、あと、このシュガーロール。あちらもなんか私好みの色と思って、可愛いなぁと思って買ってみました。ちょっと地味かな。そんなしっかり色が入ってる感じではないんですけど、まあ、手触りもいいし、で、長さもだいぶ入ってるんですよね。535m 入ってるんですよ。150g。535m。さっきは何メートルかな？さっきが375なので、だいぶ入ってますよね。これもね、棒針でも楽しめそうだなぁと思って買ってみました。まあ、引き揃えるのはもったいないんで、まあ、このまま何か楽しもうかなと思ってるんですよ、今のところは。シュガーロールのアクリル 90%、アルパカ 10%、棒針5号から6号、で、かぎ針が5号から6号。で、さっきお伝えした通り 50g、535m で、色番が3番ですね。こちら他にカラー、何が色があったのかちょっと忘れてるんですけど、買ったものしか覚えてないっていうね。いつもの感じなんですけど。これと、あと、こちらもね、一回動画の中で編んだんですけど、すごく可愛かったので、また買いました。こんな可愛いですよね。虹色っていう感じで。これがね、アルパカミックスロール。アクリル 50%、アルパカ 25%、ウール 25%。で、棒針が4号から6号。かぎ針が4号から5号。で、100g 310m 入っています。で、色番が32190ですね。かわいいな。これと、めっちゃ可愛い。手触りもすごく良くて。ではね、編んでるのを上にリンクを載せておこうかなと思います。こちらもね、一回ね、編んでるんですけど、めっちゃ可愛いし、ふわふわしてて、このままね、置いときたい感じですよね、全部可愛くて。でもね、なんか、置いとくのがね、最近もったいないなと思って、ちょっと使ったりとかしてるんですけど。で、使ってまた可愛いのを買いたいっていう気持ちになってきて、まあ、もしかしたらね、使わなくて、この冬終わるかもしれないですけど、こちらもう一回同じ色を買ってみました。モナ、アクリル 85%、ウール 15%、棒針6号から8号、かぎ針が6号から7号ですね。200g、520m 入っています。で、色番が22104ですね。はい、いいな。まあね、200g 結構重たいんですけど、重たいんですけど、さっきよりは長さないとかね。まあ、糸の細さとかで、そういうことになってますね。どういうことって感じですけど。こんな、めっちゃ可愛いですよね。こうやって持ってるだけで。まあね、こういうのはね、インテリアとしてこう、見えるところにこうやって置いてます、私。で、見てるだけでその気分が上がるんで、そういうふうに置いてるんですけど、まあ、ほこりが被らないようなところに置いてて。で、あ、気を使うタイミングだなっていう時に出てくるんですよ。そんな感じで使ってます。
これ忘れてました。ユーザーでこれも購入してました。すごくね、これからの時期、いい感じの色かなと思って。キウイっぽい色。編み方によっては本当にキウイっぽく見えるんじゃないかなと思いますね。フリーソックフルーツ。多分ね、イチゴとかそういうのがあったと思うんですよ。フリーソックフルーツのアクリル 100%。抗菌アクリル。棒針が3号から4号。かぎ針3号から4号ですね。100g、400m 入ってます。だいぶ入ってますね。ガマ口とかそういうのも可愛いかなと思って。分厚く編む編み方とかでしたら結構しっかり可愛く。まあ、肌触りもね、すっごいいいから。まあ、いろいろ作れるかなと思うんですけど。まあ、私は小物、まあ、全体的に小物なんですけど。まあ、小物の中ではもっと小物を作るかなって思いますね。ガマ口を作ろうかなと思って買いました。色番。なんだこれ、キウイフルーツってことかな色番がこんな感じになってます。可愛いですよね。でこちらとこちらでもね、ボタン一つだけ買いました。なんかいろんな絵柄のもの可愛いなと思って。ウッドボタンミックス6個入りってことですね。30mm 木こんなん買いました。で、パンドラハウスでも購入しました。これね、1個だけ買いました。他にもね、いろんなカラーがたくさんあったんですけど、まあ、すっごく迷ってこれだけにしました。結構一玉もね、するので、まあ、そんなにたくさんは買えないなって思って、まあ、大量に買ってるし。だから、厳選したっていうか、まあめちゃくちゃ悩んでこれ一つにしたんですけど、一番その中でもカラフルなものを買ったかなと思いますね。こちらがリーナっていう糸ですね。ネットでも売ってるんだと思うんですけど、色番1番、ウール 74%、アルパカ 14%、ナイロン 12%、40g、128m 入っています。で、棒針が6号から7号、かぎ針が5号ですね。こういうのですね。これを1個だけ買いました。この後は全部、サンキさんで購入しました。で、こちらはね、今年はなくて、去年買ったものなんですけど、こちらも、せっかくなんでご紹介しようかなと思って。これ、ノットヤーンっていうものですね。すっごくね、なんか凝った感じなんですけど、すごくなんか私はね、こういうの見たことないんですけど、なんか引き揃えたらこういう感じではなると思うんですけど、めっちゃ面白いなと思って。でもね、未だにどうやって使ったらいいのかわからなくて、今に至ってるんですけど。棒針、7mm から 8mm。で、ミリ厚み。なので、棒針では無用って感じなのかな。30g、27m 入っています。かわいいですよね、これ。なんかね、他にもカラーあったんですけど、今年はなくて、これ。毎年、まあ若干、変わっていきますよね、置いてる糸は。同じ店舗に行ったんですけど、こういうのやってます。カラーナンバー97番。こちらを、まあ、5玉買ったんですけど、1玉ちょっとね、動画の中で使おうと思って、で、ちょっとぐしゃぐしゃになっちゃって、ちょっと編んでみてたんですよ。でもなんかね、ちょっと違うなと思って、ほどいたりとかして、糸玉にして置いてるので、もう1玉はここにないんですけど、5玉買ってます。でもね、その動画の中出てくるかもしれません。まあ、次はこちらで、こちらは、今年も販売されてたんですけど、去年これも買ってます。一玉ずつ買ったので、何に使おうっていう感じで、まあ、さっきと同じ理由で今まで使えてないんですよね。まあ、可愛すぎて、でも一玉で何か作れたらいいけど、足りない場合に何か繋ぐってなったら違うなってなるし、だからね、一玉ずつ買うべきじゃなかったなと思ったんですけど、だから今回買い足そうかなとは思ったんですけど、他にもちょっと欲しいものがあったので我慢して、まあ、一玉ずつで今こういう感じになってるんですけどこれがね、なんて読むのかな、 マルチカラーウール 100% ですね。ウール 100%、
で、棒針が5号から6号。で、かぎ針5号から6号ですね。で、25g、90m 入っています。で、A の。で、カラーナンバーが1番です。で、こちらがカラーナンバー6番。かわいいですよね。いくらだったか確かな値段は覚えてないですけど、でも30円もしなかったと思うんですよ。確か。今年よく見てなかったんで、ちょっと値段も変わってるかもしれないし、まあそういうところはちょっと、確かなこと言えないんですけど、こちらカラーナンバー6番で、で、こちらカラーナンバー4番。かわいいですよね。まあ、ずっと見とけるっていうか、これも飾る感じ。かわいすぎて使えない感じですね。これはカラーナンバー3番です。かわいい。まあ、ガマ口かなって思いますね、私。めっちゃかわいいガマ口ができそう。これはカラーナンバー2番。かわいいですよね。こうやってこれもね、見せて収納っていうかしてます。なんか単色のものはね、なんていうかな、こう引き出しに入れて収納してるんですけどね。で、こちらは去年購入したんですよ。一玉ずつ。それこそ、これと同じ感じで、いろんな色欲しくて欲張りがいいですよね。で、一玉ずつ買ったんですけど、今年同じものあると思って、で、紫はこの中でも好きかなと思ったので、紫をね、ちょっと買い足しました。他の一玉どうしようかなっていう感じなんですけど、紫は1,2,3,4 5,6,7 7個あったら結構ショールとか作れるかなと思ったので7個買いましたね。こちらがマダラ。なんか名前面白いですよね。カラーナンバー5番ウール 60% ナイロン 40% 棒針7号から8号で、かぎ針が6号から7号ですね。で、30g、52m 入っています。で、こういうの。こちらと、こちらも可愛いですよね。まあ、全部可愛いんですけど。こちらがカラーナンバー4番ですね。可愛い。で、こちらが、カラーナンバー3番ですね。3番が読めなくなってきた。で、こちらがカラーナンバー6番ですね。で、緑も可愛いですよね。緑ってね、使いにくいなと思って、あんまりね、買ったりとかしないんですけど、こうやって一玉ずつ買うときも、緑だけ外したりとかすることもあるんですけど、可愛いから買っちゃいますよね。じゃあ、カラーナンバー1番です。で、次はこちら。これはね、もう一玉買ったと思ったんですけど。こんだけ買ったらね、ちょっと忘れるかな。もう一個買ったつもりだったんですけど、5個買いました。これはね、パスティックマルチですね。かわいいですよね。で、カラーナンバー9番。こちらも他に2色ぐらいあったのかな、うちの、私が見に行った店舗では。まあ、店舗によってね、置いてるものもほんと違うと思うんですけど、こちらがアクリル 70%、計 30%、30g、90m 入っています。で、棒針が4号から5号ですね。で、かぎ針が4号。で、こういうのです。めっちゃ可愛いと思って、メディアス編みで編んでもすごく綺麗に出るんじゃないかなと思って。なんかね、こういう風に出ますっていう写真もないから、なんか気になって買ってみました。手触りもすごく良くて、なんか編みやすそうですね。なんか見てるだけでこれも可愛いから、ちょっと飾っとくかもしれません。次はこちらで、ニュージョイフル純毛極太カラーナンバー803ですね。これもすごくね、編みやすそうと思って、まあ、最近ね、棒針してるから、それもしっかり綺麗に目が出るんじゃないかなと思って買ってみました。手触りもすごいいいですね。棒針10号から11号。まあ、いまいちね、読み方がわからないんですけど、いろんな書き方されてますよね、棒針のところ。かぎ針が7号ですね。で、約 40g、47m 入っています。計 100% ですね。こういうのを買いました。これもね、いろんな、もうめちゃくちゃ
カラーが豊富にありますね。あの濃い系の色とか、結構パステル系の色もあったんだと思います。だからすっごく迷ったんですけど、まあ安定の色を選びました。3、6玉買いましたね。次はこちらで、カリーナ結婚段詰め。こちら、なんかね、手触りはどういった感じかというと、なんか私個人的にはね、どういう感じを着たかというと、ダイソーのこちらにすごい似ているなと思って、これのちょっと色ついた版かなっていう感じがしました、手触り。まあ糸の太さ的にも合ってるんかな。これがね、ちなみにアクリル 80%。アクリル 100% なんですけど、まあ、すごく似てますね。なんかすごいその色が可愛いなと思って、手触りはねその、ギシギシもしてないんですけど、まあ、さっきのこういうものからしたら、まあ、ちょっとその好き嫌いは分かれるのかなっていうところですかね。これがねアクリル 80%、ウール 20%。でもウール入ってるんですよね。40g、115m 入っています。大針が4号から5号。かぎ針が5号になってますね。カラーナンバー66番。こちらも他にもカラーがあったんですけど、ちょっと何色があったか覚えてないんですけど。こんな感じで、5玉購入しました。で、一番最後。なんかね、すごく、一瞬お見せしたんですけど、こちら98円だったんですよ、一玉。あ、めっちゃ安くてめっちゃ可愛いと思って。なんか、本当に眉っぽいですよね。日系花眉っていう、名前の糸で、この芯をひねりながら出してくるタイプですよね。これが、アクリル 75%、ウール 11%、ナイロン 8%、ポリエステル 6%、40g、136m 入っています。で、棒針が8号から15号。で、かぎ針が7号から8号ですね。こういうの、かわいいと思って。なんかね、ちょっと地味かなと思ったんですけど、でもその編み方によっては、ちょっと、派手めにもできるかなと思って、ちょっと落ち着いた感じで、ちょっと派手めな感じの、編み方をすると地味すぎず派手すぎずみたいな、でちょっとキラキラしててそういうのも入ってるし、すごく可愛いものは作れるんじゃないかなと思って、ショールを編もうと思って買いました。でね、すっごい柔らかいんですよ。ふわっとねこう包まれてるんですよ、このなんだろう、このポチッとしてるふわふわのものが。なんか変わってますよね、こういう糸があるんだと思って。なんか他にも色があればいいんですけど、こちらの色一色だけでした。私が行った店舗では。他にもね、色があるのかもしれないですけど、ボタンもあったらなんかできるなと思って。なんかその長さ的にも結構入ってるし、136m。で、これをお安く買って、で、こちらもね、そのお安かったんですよ。98円もう読めなくなってきた。で、こちらも同じシリーズかな、ニッケ。同じニッケって書いてますもんね。ニッケ、サイカっていうシリーズなのかな、ちょっとわからないんですよね、私。これもなんか包まれてる感じ。ニッケっていうのはそういうことなのかな、あ、どういうことか。この包まれてる感じは可愛いですよね。でもね、さっきも、お伝えしたんですけど、ちょっと私、緑が苦手っていうかね、可愛いんですけど、使い方がね、ちょっと難しいなと思って、まあそういう意味で苦手なんですけど、まあこれはね、ちょっと珍しいなと思って買ってみました。でもね、何個も買っても、使い方がやっぱわからなくて、まあ可愛いからね、ちょっと、ガマ口にしようかなと思って。これもね、硬そうに見えるんですけど、すっごいね、糸が柔らかくて、私硬いと思って触ったらめっちゃ柔らかくてびっくりした感じが、びっくりしました。こことかさ、ふわふわなんですよ。意外ですよね。なんか、ふわっと巻きつけられてる糸。それもね、ご紹介しようかな。
一緒だと思うんですよ。成分、うん、素材。あ、ちょっと違うな。アクリル 50%、ナイロン 30%、ウール 20% ですね。まあ、ちょっとずつ何かが違います。ポリエステル入ってないですね、こっちは。で、まあ、こっちはすごい入ってますね。160m 入ってます。同じグラムで 160m こっちは入ってて。でちょっと、かぎ針は細いですね。4号から5号。で、棒針も5号から6号ですね。こんな感じになってます。めっちゃ可愛い。これもね、緑しかなかったです。他にも色があったら面白いのになぁと思って。売り切れてないのか、どういうことでないのかわからないんですけど。他にもなんか色の展開を見たい感じしますね。これとこれ。これとこれ。まあ、こういう感じ。もうめちゃくちゃ、私もその疲れ切ったぐらい買ってきたんですけど。まあ、ちょっとこもろうかなと思って。まあ、もともとこもってたんですけど、さらにもっとこもりたいと思って、こもるために、これだけ買ってきました。5店舗 ?6 店舗ある中の、まあ、どこか行かれるとき何か参考にしていただければなと思います。なんか、これが欲しいってお目当てがあったら、まあ、パパッと買ってこれると思うし、まあ、そういうところで何か参考にしていただければなと思います。こんな感じで購入するときの何か参考にしていただければなと思います。今回も最後まで見てくださった方、ありがとうございます。